はい、皆さんお疲れ様です。今日はですね、死にたい人の生きづらさの原因っていうものを、コミュニケーション障害があるとか、人付き合いが苦手だなとか、自分は社会不適合者だなって思うことで生きづらさを感じてる人のそういった、原因は何かということを僕なりに考えて、見ました。僕自身、経験則として当てはまっていることを、皆さんにお伝えしてみたいと思います。一人が好きコミュニケーション障害っていうことの原因は、おそらく、幼少期に、これ、保育園に通っていなかったっていうのが、僕の中であると思いまして、やっぱり、保育園に通ってる子ってすごい自立してるんですよ。自立してます。この0歳から3歳の、約4年ですね。っていうのは、ものすごく大きい。幼稚園。こっか、幼稚園。4歳から6歳ですね。に通ってる人も約4年間このアドバンテージあるっていうのは、高校生と大学生の差ですね。高校生と大学生の差。高校。この4年間でどうやって友達と、そうですね。一緒に何かをやったかっていう、友達を作るとか、先生の顔色を伺うとか、そういったものを自然に身につく4年間。これがすごくでかい。だからこれを経験したことがないことで生きづらいっていう感じてるならば、それはあなたに問題はありません。どうか自分を責めないでください。だからといって親を責めるんではなくて、そういうことが原因であるのかなぐらいで、大丈夫だと思います。自分を責める必要はまずないっていうことですね。で、続きまして、人付き合いが苦手、チームプレイができない。そうですね。保育園に通ってなかったっていうのも多分こういった原因になると思うんですけども、これはですね、早生まれの人が、陥りやすいことなんじゃないかなっていうふうに思います。僕3月生まれなんですけど、3月生まれの人って4月生まれの人と、約12ヶ月、11ヶ月ですよね。の差があるんですけど、これも赤ちゃんの話になっちゃうんですけど、0歳と12ヶ月の子供ってだいぶ違うんですよ。言葉が喋れるか喋れないかの違い。ご飯が食べれるか食べれ、固形物が食べれるか食べれないぐらいの差があって、そういった差があるのに、小学校とか、中学校とか、高校とか、あんまり考慮されないじゃないですか。で、何かしらその早生まれの人が、4月とか5月とか6月生まれの人に、引けを感じるっていうのは、それはもう自然なことだと思うんですよ。ですから、もし早生まれで、人付き合い苦手だなとか、チームプレイができないなって思う人は、それはもう仕方ないです。社会のせいですね。あなたのせいではありません。だからどうか自分を責めないでください。最後に、社会不適合者であるとか、生活リズムが合わないとか、そういうことで生きづらさを感じてる人は、多分、夜型の人間で、クロノタイプが、ライオン型じゃなくて、狼型の方なんですね。社会に約2割。もう血液型とかじゃなくて、それこそ血液型を特定しないとか、アメリカとかはあんまり血液型は関係なくて、関係皆さん意識してなくて、そういった血液型で判断するとかではなく、このクロノタイプっていうので、自分がもし夜型の人間に当てはまるなっていう方は、もう日中、学校とか、会社とかっていうのが、
ものすごく生きづらいと思うんですよ。これに関しても社会全く考慮してないので、あなたが無理に枠に当てはめてる、自然体ではないのに無理やり社会に馴染もうとしている、そういったギャップが生きづらさを生んでいるということですね。はい。でももし、幼少期に、保育園に通っていなかったなとか、私早生まれだなとか、私夜型の人間、クロノタイプで夜型の人間にはたまるなって思う人は、あなたの責任ではなく、あなたの性格とかが原因ではなく、まあ、そもそも社会が、まあ、いけなかったんだなということで、まあ、自分を責めることで死にたいって思うことはないっていうことで、これはどう考えていくっていうのは、まあ、もう仕方ないから変えられないじゃないですか。まあ、生まれた年とか、これは社会が悪いことなので、その中でやはり同じ境遇にある人を探すとかっていうのは難しいと思うので、まあ何かしら、そうですね、そういう気づき、そういう考え方もあるんだなっていうことで、自分を責めることでまず自分を嫌いになったりとか死にたいっていう思うことを少なくしてください。そういうことによってちょっとずつ前向きに人生と向き合えるはずです。はい。皆さんも、何かしらその死にたいっていう思うこと、生きづらさによって死にたいっていう思うことはあなたの責任ではないということで、どうか、心を軽くしてですね、自分を責めずにより前向きに生きていってほしいなというふうに思います。